以降第五潜水艦。以降第五潜水艦は、日本海軍の潜水艦。1型潜水艦、巡戦1型の5番艦。巡戦1型改めとも呼ばれ、日本海軍の潜水艦で、初めて水上偵察機を搭載した、潜水空母である。1944年裁判起きで、米護衛駆逐艦に攻撃され潜没。1927年。 昭和2年の昭和2年度官邸補充計画で建造が計画された。1929年10月30日、川崎造船所にて寄港。1931年6月19日浸水。1932年5月31日から7月7日にかけて淡路島近海で先行試験を行った後、7月31日に竣工した。と同時に、 横須賀鎮守付席となり、第一艦隊第一潜水船隊第八潜水隊に編入される。春高時より飛行規格納音を装備し水蒸気の運用が可能だった。12月1日、第八潜水隊は横須賀鎮守付部隊霊下となる。1933年6月から7月にかけて、呉海軍交渉にて、後部降格法一門を撤去し、 空気式の呉式1号2型射出機を一機装備した。このため、発艦時に艦を停止させることなく水蒸気の運用が可能になった。また、この時に水中信号装置を試験的に取り付けていたと言われる。10月30日0930頃、呉港川原石布団 S19 番部位にて、停泊して、出港準備中、貨物船第5畜島と接触事故を起こし、 右限艦主海藩が損傷する。11月15日、第8潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊で下となる。1935年8月1日から1936年11月30日まで、以後は、横須賀海軍交渉にて、改装工事を受ける。この時、空調装置が交換された。1935年11月15日、 第8潜水隊は、横須賀鎮守府部隊霊下となる。1936年12月1日、第8潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊霊下となる。1937年8月21日、以後は、一、1、三、2、イ3、イ4、6、戦艦長と、道の区、春名、霧島、慶淳洋艦伊鈴と共に、多土津港を出港し、 長江川口沿岸で23日まで作戦行動を行う。1938年6月1日、艦型名が一型に改正。1939年11月15日、第8潜水隊は横須賀鎮守府部隊令下となる。1940年昭和10年に射出機を撤去して環境構造物を後方に延長したほか、96 式2二十五ミリメートル連装機十一機を環境構造物上に搭載した。これ以降に水蒸気の搭載はない模様である。11月15日、第八潜水隊は潜水母艦長芸、第七潜水隊、e、E7 と共に、第六艦隊、第二潜水船隊を編成。これは、先代の第二潜水船隊が1939年11月15日付で、 第3潜水戦隊に改名して、以来、2代目となる。太平洋戦争開戦時には、第6艦隊、第2潜水戦隊、第8潜水隊に所属。1941年11月16日、以後は、横須賀を出港。真珠湾攻撃では、諸海島北方海域に配備された。1942年1月9日、伊1 8が発見した。 ベ空クーボレキシントンの捜索に向かう。その後、以後は22日にクエゼリンに到着。24日にクエゼリンを出港し、2月1日に横須賀に帰島して整備を受ける。2月11日以後は横須賀を出港し、17日にパラオに到着。18日パラオを出港し、22日にスターリングワンに到着。23日、 スターリングワンを出港する。24日1230、ティモール島西片沖を威力と共に浮上構想中、アンボンから飛び立った98式陸上偵察機と直縁の第三航空隊所属の零式環状戦闘機9機を指認する。零戦隊は、囲碁と威力を乱戦水管と誤認し、機重装車を複数回してきた。このため、司令塔で火災が発生し、 信号弾一発が爆発した。このため、艦長の中村大津に中佐他一名が負傷した。以後は一旦紹介を取りやめ、二十六日にクパンに到着。急いで修理を行う。修理を完了した二十七日にクパンを出港するが、翌二十八日、スターリング湾到着直前に座礁事故を起こす。同日、艦長が宇津木秀次郎少佐に交代となった。 3月20日1640以後は、特設救難船、ユートシマル、日本サルベージ、807トンの手により離傷した後、特設潜水母艦マンジュマル、大阪商船、7266トン、救命んとスマルに横付けして、修理を受ける。修理完了後の25日に、インド洋へ出撃し、正論沖海戦と連動して行動する。月日、 以後は、シンガポールに到着。21日、シンガポールを出港し、5月1日に、横須賀に到着して、修理を受ける。6月11日、以後は、アリューシャン攻略作戦の支援を行うべく横須賀を、出港。17日、米軍からレーダー射撃による砲撃を受け、急速先行する。20日、計算回線に到達して、紹介に従事。 8月1日、以後は、横須賀に帰島して、整備を受ける。20日、第2潜水船体の解体と同時に、第8潜水隊も解体され、以後は、第6艦隊第7潜水隊に編入。9月8日、以後は、横須賀を出港し、15日にトラック島に到着。17日にトラックを出港し、カダルカナル島西片沖に進出する。 25日、ガダルカナル島、東方20海立地点付近にて、単独で航行中の輸送船を発見して追尾するも、発見されて、先行退避した。10月30日、オントンジャワ海大付近で撃墜された日本軍機の搭乗員捜索に参加した後、トラックに寄投した。11月21日、リゴは、トラックを出港する。23日、航行中に、 十打相ダ装置が故障。二十五日、ラバウルに到着して、応急修理を受ける。十二月二日、以後は、ラバウルを出港し、三日にショートランドに到着する。到着時に相ダ装置が再度故障し、応急修理を受ける。九日、以後は、第一潜水戦隊司令官参考受賞賞とその、幕僚たちを乗せて、ショートランドを出港し、十日に、ラバウルに到着。 14日、ラバウルを出港し、17日にトラックに到着して第一潜水戦隊司令官以下、爆僚たちを降ろした。20日、以後はトラックを出港し、28日に横須賀に到着して修理と整備を受ける。1943年、昭和18年3月9日、以後は横須賀を出港し、17日にトラックに到着。 ハツを搭載できるように改装される。20日、トラックを出港し、24日にラバウルに到着して、ハツを搭載。26日、弾薬と食料を積み込んでラバウルを出港し、29日に台に到着して、輸送物資を下ろした後出港し、ラバウルに戻った。4月1日、第7潜水隊は、第5艦隊指揮下となる。その後、後は、 補給物資入りのドラム缶70個を含む輸送物資29トンと、便乗車21名を乗せて、ラバウルを出港し、6日に、第2到着。1100、揚陸準備中に、米魚雷艇2隻に発見され、退避。その後揚陸地点に戻り、輸送物資と便乗車を降ろし、代わりに便乗車57名を乗せて出港し、ラバウルに戻った。帰還後、利号は分解した。 対空機銃1機を含む輸送物資25.9トンと便乗車15名を乗せてラバウルを出港し13日に来に到着輸送物資と便乗車を降ろし代わりに便乗車35名を乗せて出港しラバウルに戻った到着後補給物資入りのドラム缶70個を含む輸送物資20トンと便乗車14名を乗せてラバウルを出港し22日に 第二到着。輸送物資と便乗車を降ろし、代わりに便乗車38名を乗せて出港し、ラバウルに戻った。その後、対空機銃1機を含む輸送物資35.4トンと便乗車22名を乗せてラバウルを出港し、5月1日に第二到着。輸送物資と便乗車を降ろし、代わりに便乗車40名を乗せて出港。二日夜から三日未明にかけて、 恐竜物との衝突により、夜間潜望鏡が破損し、動かすことができなくなった。そのため、ラバウル到着後に修理を受ける。修理完了後、以後は、対空機銃1機、食料、弾薬を含む輸送物資34トンと便乗車23名を乗せて、ラバウルを出港し、9日に、第に到着。輸送物資と便乗車を降ろし、 代わりに便乗者39名を乗せて出港し、ラバウルに戻った。14日、台に向かう途中、オロワンへの空襲で撃墜された第751、航空隊所属の一式陸上攻撃機の搭乗員たちの急に向かい、漂流者数名を救助した。翌15日、前日の搭乗員救助任務を、ブナから60回起きの地点で続行し、 撃墜された一式陸上攻撃機の搭乗員、数名を救助した。任務完了後、以後は、ラバウルへ移動し、救助した、搭乗員たちを降ろした。22日、以後は、食料、無線機、燃料を含む輸送物資20.5トンと、大発一隻、便乗車24名を乗せて、ラバウルを出港し、24日に、第二到着。輸送物資と便乗者を降ろし、 代わりに便乗車37名を乗せて出港し、ラバウルに戻った。26日、ラバウルで特設運送船各丸に横付けし、ダイハツ一隻を搭載する。その後食料、弾薬、燃料を含む輸送物資22.3トンと、ダイハツ一隻、便乗車23名を乗せて、ラバウルを出港し、31日に、第二到着。輸送物資と便乗者を降ろし、 ラバウルへ戻った後、6月10日に横須賀に戻った。7月30日、以後は横須賀を出港し、8月4日にバラムシルに到着。キスカ島撤退作戦が行われたばかりのキスカ島方面に向かう。紹介中、レーダーを装備した米区畜艦の攻撃を受けるも回避。その後追跡されるが退避に成功する。9月20日、バラムシルに帰島。 22日、バラムシルを出港し、29日に横須賀に到着して、整備を受ける。10月28日、以後は、第7潜水隊機関となる。1944年1月27日、以後は、横須賀を出港し、2月1日にサイパンに到着。同日、第7潜水隊は、第6艦隊に復帰した。11日、 サセボチンジゅふだ101特別陸戦隊の一部を乗せてサイパンを出港し19日にラバウルに到着して便乗車を降ろした22日輸送物資を乗せてラバウルを出港し24日にスルミに到着して輸送物資を降ろした後出港し26日にラバウルに到着したその後3月初めにスルミ輸送を1回行い10日に ラバウルを出港して15日にトラックに到着。19日にトラックを出港し、26日に横須賀に到着した。5月26日以後は横須賀を出港し、6月3日にサイパンに到着。5日、輸送物資を乗せてクサイ島へ向かう予定だったが、ポナペ島に行き先を変更して出港。同日正午過ぎ、燃料漏れを起こしていることがわかり、 輸送任務を中止し、12日にトラックに到着して燃料漏れ部分とバッテリーの修理を受ける。修理完了後の15日、サイパンの戦いの勃発に伴い、トラックを出港してマリアナ諸島を東方沖合に進出する。22日、トラックに帰島する。7月6日、以後は輸送物資を乗せてトラックを出港し、9日にポナペに到着。 輸送物資を下ろした後、横須賀へ向かうことにした。しかし、途中でトラックへの寄港が決まり、11日にトラックに到着して修理を行う。修理完了後の16日、横須賀へ向かうべくトラックを出港していくのを最後に消息不明となる。アメリカ側記録によると、18日、マリアナ沖で対戦紹介中の米語へ空母。 ホガットベイのレーダーが 19km 離れた位置で浮上中の潜水艦を探知。ホガットベイからの命を受けてアメリカ海軍護衛駆逐艦が確認のために現場海域に向かう。19日0024に2隻は到着。ワイマンは 3000m の距離で探知していた潜水艦を見失う。これは相手が先行したことを意味していた。それから間もなく、 ワイマンのソナーが1400メートルの距離で潜水艦を探知する。0051、ワイマンはヘッジホックを投下。その後再探知したため、再度ヘッジホックを投下した。0125、3回目のヘッジホックを投下。0130、海中で5回の小爆発がワイマンの艦隊を揺さぶった。続いて、海中で1回の大きな爆発音を聴取。その後、 ワイマンはソナーを使用したが、潜水艦を探知することはなかった。これが、以後の最後の瞬間であり、第7潜水隊司令、奈良原正吾大佐、艦長の土井穂麻霊、詳細下上員130名全員が戦死した。沈没地点は、グアム東方 360km 地点付近。同日、サイパン東方沖合で沈没と認定。九月十日に除籍され、 所属潜水艦全艦が潜没した第7潜水隊も同日解体された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。